ちは屋上案内？なるほどね。じゃあ、私も手伝ってあげよう。七星先輩、ルイザ君、こっちこっち。あ、人を犬みたいに呼ぶな。失礼なやつだな。まあ、細かいことは気にしない。駅、電車が停車し、人が乗り降りする場所だ。駅ビルの中にあるケーキ屋さんの紅茶シフォンケーキが絶品なのよ。ついでに、同じターミナルエリアにあるうちのせんべい屋もよろしくね。いっぱい食べ物屋さんがあるけど、私のおすすめは端っこにある喫茶店のジャンボダブルベリーパフェね。人が多い場所は好きじゃないな。あっちの建物が集まっているのは何だ？そうそう、落ち着いた雰囲気のカフェがあって、そこのワッフルが美味しいのよね。そりゃまあ、私がよく行くところだった。お前がよく行くのはどこだ？幻想から逃れ、一人静かに時を過ごす。素晴らしいことだ。本人が騒がしくてもか？それはどういう意味だ？私は教室に戻ってるからね。あ、そうだ、七星先輩、ルイザ君。なんだ？この子に変なことしちゃダメよ。何をすればいい？まあな、なかなかいい学校なんじゃないか。あらゆる国の学校に通ったな。日本の学校は久しぶりだ。なんだお前、俺の誇りも信用できないような小さいやつだった。違う。実は俺様がこいつのそばにいるのが羨ましいだけなんだったりして。そう簡単に人を信じるのか。俺の正体を忘れない。そうだったな。そいつは後で教えてやるか。じっくりとな。
さて、あいつに会えるかどうか。いいや、なんでもない。さ、帰るぞ。お前、エリーゼ号にあんな男を乗せろって言うのか？おっと、もうエリーゼ号が来たらしいな。ほら、さっさとしろ。放っておけ。どうせ同じ家に帰るんだからな。おい、聞いたか？校門前に馬がいるって。馬？マジかよ、なんかの間違いじゃねえの？よう、エリーゼ号、待たせたな。乗ってきてね。エリーゼ号は俺の相棒だ。乗り物のように言うのはやめろ。俺の真の姿、魔術怪盗ルイザの相棒さ。そうかもしれないな。が、手の内はそう簡単には取らせない。残念だ。さあ、エリーゼ号の手に乗れ。当たり前だろう。俺がエリーゼ号の手に乗せる女はごく限られている。公園に俺の言うことが聞けないのか？人の行為は受け取れ。ああ、そうか。乗馬の経験がないのか。大丈夫だ。手綱は俺が取るから、お前は全てを預けているだけでいい。ほら、乗れ。ご苦労だったな、エリーゼ号。庭で休んでいろ。何をぼーっと立ってる？早く家の中に帰るぞ。何か声がすると思ったら、おかえりなさい、二人とも。ああ、マイさん、ただいま戻りました。もう、あなたったら、お母さんじゃなくて、なーに？
言ったから許してね。もちろんカイトさんも受け入れに賛成よ。トゥーザちゃんに早く会っておきたいってわざわざお仕事を切り上げて帰ってくるくらいだもん。そうでしたか。では早速挨拶させてもらいます。はい、どうぞ入って。今からここが自分の家だと思ってね。慣れないことも多いと思うが、同じクラスということだし、遠慮なく娘を頼ってくれ。ええ、そうさせてもらいます。お嬢さんとは気が合いますし、いい関係を築けそうです。まあ、よかったわ。ルイザちゃん、お部屋は用意しておいたけど、何か足りないものがあったら遠慮なく言ってね。その点はご心配なく、俺の生活スタイルに合わせて自分で用意させてもらいます。いろいろとこだわりがあるので驚かせてしまうこともあると思いますが、お気になさらず。あら、誰か来たのかしら。ああ、俺の荷物でしょう。早速ですが、俺の部屋はどこになりますか？こっちだ、案内しよう。もう、あなたってば、七星ちゃんほったらかしにしたんですって？ひどいわね。それじゃあ七星ちゃん、意地悪な子は放っておいて、お茶にしましょうね。ああ。どうしたの？さっきから頭を抱えちゃって。部屋の片付けだそうだ。しばらくの辛抱だ。そのうち慣れる。見てわからないのか？エリーゼ号と語らっていたのさ。当然だろ。何度も言わせるな。エリーゼ号は俺の相棒なんだ。エリーゼ号は俺様の相棒となるべく様々な訓練を受けているからな。可愛いだけじゃないぞ。
この俺様を泥棒呼ばわりか。いい度胸だな。別にお前の懐からかすめ取る気はない。俺の美学が許さないからな。魔術を操り世界をかける怪盗、それが俺香坂ルイザ。陽気石がお前にとって大切なものならば、そう思うお前の心ごと手に入れる。それが魔術怪盗のやり方だ。我ながら困難な道を選んだものだ。しかしそれを成し遂げてこその俺なのだ。今さら隠しても無駄だぞ。俺が信頼する情報屋からの話だからな。俺が怪盗として活動する上での仲間さ。ま、お前には想像もつかない闇の世界の話だ。気にするな。そいつが面白い話があると教えてくれたのがお前と陽気的だったらさ。最近は手応えのある標的がなくて退屈していたからな。ちょっとした用があって日本に来るついでに手に入れに来たわけだ。まさか俺の他にも陽気石を狙う奴がいるとは思わなかったかな。楽しくなってきた。学生なんてカモフラージュでしかない身分だが、せいぜい楽しむことにしよう。なんだと？なぜだ？おかしいのか？俺が以前にいた日本の学校では当たり前だったが。分かってないな。俺がなぜ怪盗になったのか、それはこの俺様の才能を世に知らしめるためだぞ。とはいえ世話になっているわけだし、ここはお前たちに合わせてやるとするか。見つけた。あの子だわ。これも運命なのね。さあ、あの子と私の物語はどんな風に紡がれていくのかしら。それにしても、何なの？あの男たちは。別にいいんじゃないか。お前は俺のものなんだからな。今のルイザには特に感じない。お前に何かするような気配。それに本当に嫌ならさっさと振り払って逃げればいいだろう。本当は嬉しいんじゃない。大丈夫かしら。あなた転びそうになったのよ。よかった、間に合って。お礼なんていいのよ。女の子は体を大切にしないといけないわ。どう？一人で立てそう？足をひねったりしてない？